プロフェッショナレンフドボレンクループスラビアソフィアは、ブルガリアの首都ソフィアを本拠地とする1913年4月10日創設のサッカークラブである。ホームスタジムは、中央人員15,992人のスラビアスタジアム。チームカラーは、白と黒。クラブは、ブルガリアリーグを7度、ブルガリアカップを7度制覇している。また、リーグ準優勝は9度。 カップ戦準優勝は7度。国際大会では、1967年に UEFA カップビィーナーズカップで準決勝、1981年には準々決勝進出を果たしているほか、バルカンカップを2連覇している。1913年4月10日、ソフィアのロシア記念碑の近くに住む若者のグループと地域、クラブボテフ及びラズビティへの代表が、 アラビン通りのコーヒーハウスにおいて法人化したスポーツクラブを設立することを決定した。これはブルガリア発の組織化されたスポーツクラブだった。新しいクラブはスラビアと命名された。21歳の学生ディミタル・ブラゴエフイコール・パリオが初の会長に選出された。執行委員会のメンバーにはエマヌイル・ゲシェフ、フェルディナンド・ミハイロフ、ツブヤト・トコベリチコフ、 ゲオルギグリゴロフ、トドルカルガンジエフが選出された。数日後、ステファン・ラロフ、イリア・ゲオルギエフ、エマヌイル・ゲシェフ、トドルカルガンジエフ、ステファン・チュンパロフ、ディミタル・ブラゴエフイコール・パリオ、パベル・グロズダノフ、フェルディナンド・ミハイロフ、ボリス・シャランコフ、アセン・ブランチェフ、ディミタル・ツベトコフが選出され、サッカー部門が結成された。クラブ初のユニフォームは、白シャツと黒ズボンだった。 1924年からチームは白シャツと白ズボンでプレーしており、現在に至るまでホワイトプライドとして人気となっている。1913年8月11日、スラビアは地域のチームサバタと初の試合を行い、1対0で勝利した。第一次世界大戦後、スラビアはより成功し始めた。1928年6月5日、 最終戦でウラジスラフ・バルナに4対0で勝利し、初のチャンピオンタイトルを手にした。スラビアは1946年までにさらに5度のタイトルを獲得した。欧州の舞台で最も成功したのは UEFA カップ・ウィーナーズカップ1966から67である。スラビアはスーンジシティ、RC ストラスブール、セルベット FC を破り、 準決勝進出を果たした。準決勝ではレンジャーズに敗れた。現在までスラビアはブルガリアのすべての大会に参加している。スラビアの90年の歴史において1996年にはリーグとカップ戦の2巻を達成している。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。